ん？何の音？今行きます。こんにちは。お金です。どうぞ。重いわ。それ何？さあ何があるかな。ここにあるもので理想の空間を作るの。大きい板ね。早く床に置くわ。何を企んでるの？は、大丈夫？これが私のガード。大きいわね。材料がたくさんある。もちろん道具もね。あ、痛いわ。箱は邪魔ね。何をするつもりなのかな。さあ作業を始めるわよ。これはこうして、今度はこうして。あら、いい感じじゃない。素敵なベッドにするわ。私って才能があるのかも。やった、2階建てベッドの出来上がり。すごいじゃない。私のベッドよりもすごいわ。でも大丈夫、購入っと。あとは待つだけね。来た来た。はい、どうぞ。早く運んでください。どうぞ。あー、素敵。そうでしょ、設置できましたよ。あとはデコレーション。イルミネーションもつけましょう。絵を飾れば素敵な空間になるね。さあつけてみよう。おお、いい感じ。あー素敵。何、羨ましいの？私のベッドが世界一ね。あー痛い。お隣さんは何してるのかな。何見てるのよ。私はどうしようかな。あ、そうね、使えそうなものを集めるわ。このカーテンとかいい感じ。テーブルクロスも使えそうよ。お金はそんなにないけど想像力なら十分あるわ。よし、ジェニファーのベッドみたいに素敵でしょ。ああマリー、なんで道具を投げるのよ。そのカーテンどこで見つけたの。今度はテーブルクロス、ハンモックを作ったわ。ああ最高ね。気持ちいい。調子はどう。なんだかつまらないわ。ビンゴー、あるものを注文するわよ。待ってください。こんにちは、ご注文の品です。早く設置してください。こことここね。もちろん。できましたよ。報酬をどうぞ。ありがとうございます。もしもし、パーティーにおいで。はい、見て、すごいでしょ。ジェニファー、おしゃれね。最高な空間よ。私たちだけのパーティーよ、入らないで。さあ楽しむわよ。あ、私もいいこと考えちゃった。テーブルクロスに食器を置くの。そして私のお友達。何を企んでるのかな。音を大きくするわよ。あー何よ。マリー、これでどう。もう我慢できないわ。待ってなさい。警備員ですか。お隣さんがうるさいんです。あ、来たわ。
こんにちは、どうされましたか？ついてきてください、お見せします。近所迷惑です。 OK、 すぐに解決しますよ。何が起こってるんですか？誰？苦情が来てますよ。あーもう、でもどうすればいいか知ってるわ。お、何もなかったことにしておきますね。さようなら。え、どういうことなの？あ、いいこと考えた。私にはおしゃれな地球儀があるの。この CD で綺麗なデコレーションを作っちゃうわ。ジェニファーもきっと羨ましがるはずね。よし、切った CD を地球儀に貼るの。ほら、ディスコボールの出来上がりよ。これで私の秘密基地でもパーティーができるわね。残りは壁に貼っちゃいましょう。すごくキラキラしてる。今度は音楽をつけるわよ。私だって大きな音にするのよ。何が起こってるの？あー、すごい。あっちに行きましょう。ちょっとお邪魔してもいい？どうしたらもっと良くなるかな。あ、こんな箱があったわ。かわいい電球。コードが必要ね。これで可愛いデコレーションの完成よ。あとは飾るだけね。What? また何かしてるの？最高。おしゃれな空間になったわ。早くおいで。早く早く。OK。私の空間も最高にして。アッサム。そうそう、いい感じ。着きましたね。Thank you. お金です。ありがとうございます。oh, wow. あー、すごい。 oh, my God. ジェニファー、何か起こってるわよ。あー、火事。消火器があってよかった。すぐに消火するわよ。すぐに助けるからね。よかった。でも私の秘密基地が。ジェニファー、ごめんね。よかったら私の方に来ない？わかったわ。行きましょう。私の秘密基地もいい感じでしょ？ええ。これは私のお友達よ。なんでこんなに運が悪いの？ピザが1枚だけよ。運がいいのは私だからよ。本当に運がいいのは僕だよ。見て、このピザタワー、すごい。アレックスはそんなにたくさんあるのに私は1枚だけなの？そんなのずるいじゃない。文句言わないで早く食べて。カモン。美味しければいいんだけどな。みんなのピザよりも美味しそうね。わお、美味しい。私が大好きなチーズがたくさんあるわ。クー。ねえ、僕はゴミ箱じゃないんだけど。もうやめて。もう何よ、わざとじゃないんだから。私も早く食べたいな。見てるだけでよだれが出てくるの。手を汚さずにパパッと食べられる方法を思いついたわ。わあ、すごいね。すごい、そんなこともできるんだね。どうやったの？おいしいから何でもできるのよ。あれ？何これ？
ザどころじゃなくなったみたいだね。僕たちが代わりに食べるよ。おいしい。早く元に戻さないと。ああ、よかった。私のピザは誰が食べたの？誰が食べたのかな。二人の仕業なのね。恥ずかしくないの？恥ずかしくないよ。今はピザタワーのことしか考えられないんだ。ついに食べる時が来たよ。下から食べるの？そうだよ。ほら、言ったでしょ。ああ、ピザが空から降ってきたね。ニンニクなの？大嫌いなのに。ニンニクが好きな人なんかいるの？運が悪いわね。私は一つしかないわ。カモン。オッケー。からかわないで早く食べて。私は勇敢だから簡単に食べちゃうわ。吐かなければいいんだけど。やっぱり無理っぽいわ。こんなの食べられない。もう食べないわ。ダメだよ。最後まで食べないと。ミラのためにニンニクプレスだって用意したんだよ。口の中にニンニクを流してあげようか。いやよ、吐いちゃうじゃない。ダメだ、早く口を開けて。ああ、最悪。口の中で猫がうんちしたみたい。ああ、僕も匂いを感じるよ。すごい匂いね。ガムを持ち歩いててよかった。ありがとう。私もみんなも嫌な思いをしなくて済むわね。今度はアレックスの番ね。食べなくてもいいんじゃない？見て、綺麗なアクセサリーができたよ。遊んでないで早く食べて。オッケー。わかったよ。でもまずは皮を剥かないと。ちょうどいい花瓶があるよ。これでニンニクが食べられるね。すごいでしょ？食べよう。ああ、こんなにまずい食べ物は初めてだよ。すごい臭い匂いなのね。洗濯バサミでなんとかしのげるわ。最悪の場合はスプレーでなんとかするの。まだまだ臭いわ。口にスプレーしないと。やった。危険だから良い子のみんなは真似しないでね。匂いが消えたよ。やった。ジュリーは何してるの？早く食べてよ。子供の時から嫌いだったのよ。顔が緑になったら助けてくれる？すごくまずいわ。最悪。なんでそんなに急ぐの？急がなくてもいいのよ。早く食べ終わりたいの。すごいスピードだね。ジュリーすごい。あと少しよ。すごい。どうやってそんなことするの？終わったわ。ニンニクはもうない。ああ、さっきよりもひどい匂いだね。悪いけどこうするしかないみたい。ジュリーのせいで気絶したくないからね。ひどいじゃない。やった、これで匂いがなくなったね。私もだいぶ良くなったわ。チックタックもっと食べたいのに。僕はラッキーだよ。運がいいのはジュリーだと思うわ。そうね、やっとたくさんのお菓子が食べられるわ。一番運が悪かったのはミラだから先に食べてもいいよ。一粒しかないからすぐに終わるわ。美味しかったけど少ないわ。アレックスの番よ。やった、やっと食べられる。あれ、なんで何も出てこないの？
アレックス、運が悪いわね。あー、こぼしちゃったよ。でもストローを使えば食べられるよね。終わったよ。今度はジュリーの番ね。見て、私はこんなにたくさんのお菓子が食べられるのよ。みんな分足りるんじゃない？二人とは分けないわよ。チックタックが大好きだから一人で簡単に食べちゃうの。意地悪だね。大丈夫よ、盗みましょう。これでお菓子は私たちのものになったわね。待って、盗むなんてひどいじゃない。証拠はないでしょ。僕たちじゃないよ。仕返しするわよ。待ってなさい、手を上げて。くらえ。どうだった？これでもう何も盗めなくなるわよね。あ、チックタックだ。早く食べよう。そうね。おいしい。あれ、チックタックがないわ。全部使っちゃったのね。分けてくれてありがとう。